君のようなつぼみさ、華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やかふし。 皆さん、こんにちは。こんにちは。ちは三橋 T. V. のお時間です。この番組は月刊三橋会の皆様のご支援により、お送りしております。今回は、えー、ゲストにシンガーのさやさん、そしてタレントの吉田奈緒さんをお迎えいたしまして、女子会をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ますあの、前回、はい、あの、政治家になる。なるなる可能性はありますかっていうふうにね、うん、質問があったと思うんですけど。

責任も重いなって確かにあだからその責任感を持ってやってる政治家があんまりいないんじゃないかって思ってるから、はい、あまあちょっと皮肉っぽく言ったんですけど,ど,どでももしな,なることができたら<う>区議会から地道に一歩一歩積み上げていって<ー>最後は総理大臣になって核武装したい。い <laughs> すいませんね女子会なのにね。最高です。<laughs> はい、ありがとうとでございます。質問の、はい、続きなんですけれども、レイワピボットサポーターズ括弧おかりさんからいただきました、えー。三橋さんがずっと言い続けてきたこと、国の借金は嘘について、お金の真実について、お友達に話すときどこから話しますか、話していますか。 どこから話ししてますすごいい難質問ですねでも自国通貨建ての国債を発行してる日本でデフォルトはありえないっていうあの文言を財務省のホームページにありますのでまず見てくださいっていうのが一番最初ですね認めてるからだからデフォルト債務不履行はないっていうことをまず分かってくださいって言いますね。 なっています？いやでも正直こういう話をすると、なんかもうあはいはいみたいなあまりのない人が多くないですか？わかりますね。そなんないんですよ。この同世代の人たちだったらなのでそのホームページ見てみって言ってもホームページも見ないと思うんですよ。もうそこも行かないと思うから、そのイメージ的に借金 ていやいや怖い、もう子供の世代残したあかん、みたいな感じがやっぱ思ってる人多いんで。<laughs> うん、そうじゃないんやで、うん、借金は、あの国がしてくれたら、それの分、国民に。供給してくれてるっていう意味やから、うん、いいやで、っていうふうに、言ったことはあります。うんうん、あ、なるほど。うん、誰かの支出は誰かの所得それ、ね。っていうそ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 う。そっか、あ、そういう感じで伝え。 そうだから借金はイコール悪い、うん、その家庭の借金とはまた違うんやでってでも同じに考えちゃってるんですよね,ねそ,うそうなんですよ自分で発行できるんですもんねなかなかやっぱこの事実を広めるっていうのが大変かなってこけケさん「三橋 TV」を見てくださいとかってこうああもうありますあとすなんか見てくれてる友達もいるんですけど、うん、結構私の周りで染まってるなって思うのが 税金でみたいな私たちの税金で何何してるみたいなああ本当に多いんです本当に多いですねあれもこれもどうせ税金でやってるんやろってね私たちがこうなんか汗に垂らして払った税金でみたいな違う違う違うみたいなだから無駄遣いしないでってなっちゃうんなっちゃってるんですよねそこを紐解くのがそのルサンチマンって言うんですか難しい言葉出てきた なんんて言ったらいいんですか的なうん,うんでもそういうのも橋本徹さんとかもなんか「こう税金不民の税金を」みたいな言い方したりするくらいだから、うんはい、全然若い人の問題じゃなくてうもうすごいの世代もある程度常識もあって、はい、かなり学歴の高い人もみんな言うじゃないですか。うん、すだからなかなか伝えるのって。 うん、まあ見てくださいというしかないザ <laughs> ッシュ TV まず見てくださいみたいな、ねうん、やっぱり見てくれてるお友達とかはだんだん分かってきてるみたいですごい。ちょっと希望が出てるかな、うん、では次の質問に参りたいと思いますこれなんて読むんですかねタフリーさんでしょうか、えー、皆さんのナイトルーティーンをよろしければ教えてくださいそれぞれ日々お忙しい中どんな時間を過ごして明日を迎えているのか気になります 特に完全夜更かし人間なさやさんはいつ寝てるのかと <laughs> 夜更かしなんですかはい <laughs> <laughs> みんなが起きる頃に寝たりしてますから、えー、あそれ夜更かしっていうか朝を迎えてるんだですか <laughs> 意外は七、ね、時とかに <laughs> <laughs> すごいなんか健康的な生活してそうなのにいやもうでも夜中だら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 もうだらだら だだだらルーティンなんて何もない。本当ですか。朝朝早く六時とかに起きてカーテンパってやってそうですよ。似合います。紅茶飲むみたいな。紅茶飲む。飲まない。飲まない。奈緒さんは。いや私もな決まったこと今流行ってるじゃないですか。ナイトルーティンとかノンニベリーティンが。YouTube に上げてらっしゃる人めっちゃいるんですよ。ねえな。 なんかやってるかなと思った時に、だいたい私もダラダラしてるんですけど、<laughs> あのニュニュースが YouTube でなんか動画見たりとか、あと私元々クラシックバレエをやってて、そうなんだ。昔めちゃめちゃ体柔らかかったんですよ。でも今本当に硬すぎて、だからちょっと取り戻そうかなと思って、うん、ますあの何ですかね、ストレッチは。<laughs> やってますね。あ、毎日それを。なるべく、えー、なるべく毎日やってから。寝たりしてますね。へえー。うん、あ、それはなんか健康的な。健康的。結構ルーティーン。うんでも、結構私三日坊主が多くて。<laughs> <laughs> なんか、しばらくやったら、やった感が出ちゃうんですよ。<laughs> やった感。<laughs> やった感。<laughs> やった感ってなんですか、なんか。 あ一週間続いたし頑張ったなみたいななっちゃってちょっとそうちょっと満足しちゃってでまたしばらくしてああかんやらなあかんと思ってまたやったりとかなんかその繰り返しですねわかる似たタイプですじゃあみんなそうですよね私も結構三日坊主だったりもう最近はなんか三橋 T.V. 始めてから極力本まあ先生方の本とか読みをしててえらいなんか本当まあ一時間まあ三十分か一時間 ぐらいは、その時間にさこうみたいな、今日ベッドに寝ながら、こんなんなって。<ー> <laughs> ええー、えらい、えいですよ。でも、なんか最近、今、あの、中野武先生の富国と共栄読んでるんですけど。めちゃくちゃ分厚くて、あ,<ー>あれ読んでると、なんか三時間ぐらい、あっという間に経つんですよ。十一 <laughs> 時から始めたのに、もう一時みたい。な。 えらい。そう。中野先生の本読んだことなくてそ、ね。<laughs> そこまで集中力続くのもすごい。すごいす、ね。だって難しい。難しいからなんか一ページにかかる時間があっという間っていうかう、ね。わかります。<う>あの表現者クライテリオン、あの寿司先生のね、<laughs> うんうん、編集長されてる表現者クライテリオンも、パッて開いたときに文字がすごい小さくて、<laughs> <laughs> わーって書いてあるんですよ。だから <laughs> もう結構いい一ページ読むのに。 ここ量が、そうこれはどういう意味だ、これはどういう意味だって、調べなら、も私も本当に全然わかんないから、調べながらなんで、そうか全然進まなくて、ー <laughs> ね<ー>、わかります、すごいわかります、一 <laughs> <う>ページにすごい時間が、勉強してもしても追いつかないっていう感じですね。で続いての質問です。えキ、ー、菊池さんよりいただきました。ミツアシ TV で自分はノーウェア族で共同体が大事だったと気づいたとありました。 えー、段階ジュニアよりさらに下の世代は共同体を持っていない方が多数と感じます。そうなると既存のこれ既存をですかね既存をひたすら探すか自分たちで作る党になるのですが、三方は共同体と自分の接点をどのように持とうと考えていますか。うーん共同体との接点。なるほど。私の場合はんなんか今は気がついたんですけど、うん、あのやっぱり。 音楽を通してこう、はい、ライブでライブに足を運んでくださってた方たちが自分にとっての共同体だったのかなってあの家族はまだあの実家に元気でいますけど、はい、そ,それとはまた別に自分が作れた共同体っていう意味だとそういう作るか所属するかしかないじゃないですか共同体って。だだから自分で家族をを持つってここととも共同体を作ることだしそれプラスこう いろんなお仕事の現場とかやっぱ仕事ってすごい大事ですよね社会とつながってるっていう実感を与えてくれるから単に賃金だけの問題じゃなくて生きがいだったりとかこう所属感とかね特に去年の春ぐらいにすごくそれ思いましたそうですね働くことによって社会とつながってたんだなみたいなでもさやさんあれなんですね共同体をご自身でも作られてるんだなって今 でもそれもこの長いコロナまた緊急事態宣言が出てブツ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 こう切れていってしまうだんだんこう足が遠のいてい,いかれるっていうことがなんかすごい切なくてでもまあオンラインでまた新たな方たちと一緒につながっていけるかなとは思ってるんですけど本当はやっぱりリアルにお会いして直接ね生の波動を藤井先生じゃん。 もおっしゃってましたけど音楽は生だからっていう気持ちはありますね吉田さんは共同体とも接点共同体ってなんだろうなっていうところから入ったんですけど、うん、でもやっぱりその人とのつながりとかっていうのを感じれるのは趣味で集まっている、まあ、友達とか、うん、そこのコミュニティが共同体なんかなーっていうふうに思ってそこや。うんうん そこだったらそれこそもさやさんのファンの方もそうじゃないですか、うん、音楽が好きで集まってるグループ、うんうん、で私もその好きなアニメとか、うん、漫画とかのグループだったら自分の存在っていうのもこう確かめることもできるし、うん、人とのこうコミュニケーションも取れるから、うん、あ社会とこうやってつながってるなっていうのは。うん 感じますねそう分かち合えるっていうのが共同体だなと思います同じものを喜び同じものに悲しみっていうそういうのが共同体だから,だから三橋先生が文化の連文化っていうのは共同体の連結ピンだっておっしゃってたじゃないですか,かそれは本当にその通りだなと同じものを見て何か感じたり、はい、でそれをいお互いに意見を言い合ったりっていう,うん、うん、そういうことがね って考えると私たちも共同体ですよね。多分,多分そうですよね。ね、二 <laughs> つのことでね、<laughs> そう,そう本当や。ね、なんか気づいちゃったけどみたいな、ね。うんうん、私はなんか自分できこのこういう共同体作ったっていうのはあんまりないなーって思ってて、ちっちゃな本当になんか大きな共同体はあんまり作れてないんですけど、ちっちゃな共同体はを一個ずつ大事にしたいなって、あ<ー>それをなんか結合していきたい。 <あ>はあ、なんか連結させていくみたいななんか呪術つなげみたいなそしたらもっと大きななんだろう一つ一つの共同体があるけどそれも大きなまたなんだろう全体でつながる共同体、うん、にしていきたいなみたいなえー話やそんなんですかうん、うん、って思ってますじゃあ続いての質問ですえカッチャン勝久さんよりいただきました。 お金も時間もたっぷり、何をしたいですか？<何>格武装 <laughs> 出た出た格武装格武装 <laughs> 冗談です。びっくりすぎて、はい、すピアスが落ちましたよ。<laughs> 格武装,格武装な何ですかなおさん？いやもうやっぱりお金も時間もあるってなったら全然行けてない旅行かなって。 思いましたね。どこ行きたいんですか。今行きたいところがいろいろあるんですけど、国内だったら北海道。海道のあのマシ湖の近くにある紙の湖池っていう池があるんですよ。<ー>で、その池はすごく透明度が高くって、<ー>その,その下に沈んでる木も腐らずに、この化石化してるみたいな感じで。 すごい幻想的な場所で、一回目で見てみたいなって。えー、そういう場所があるんですね。えー、行きたいね。そうんうん、先生北海道って聞いて、うぽぽいとか思ったんじゃないですか。<laughs> 今、あのう、露村のなんか中国人の侵略とか <laughs> <ー>、いろいろ。なんか、えー、そういうことが浮かんちゃうのが嫌ですね、うんで。この間、こうけさんと旅行行きたい。はい っていう話してて淡路島行きたいよねって言われたのでエサなんで大地島ですかって聞いたら淡路島のパスもに行きたいって言ったんですよブーバーすてさないじゃないですかそしたらこうけさんがそうそうパスも行きたいですよね言って二人ともパソな

なんか普通に観光でリゾート的な感じになっているし、うん、あと音楽家を去年のコロナ禍の夏に募集しててうん、うんえー、そうなんです,かそうなんです今もなんか、ね、あのこう住み込みみたいな形で新規雇用をやってるじゃないですか。あありますね、家族で来てくださいとか、ね、そうそうそう。はい、でも大卒でも短大卒でも、うん、あの高校卒でも全部給料初任給16万で、うん、なおかつ。 なんか家賃とかいろんなものを払ったら手元に3万円くらいしか残らないっていうなかなか厳しい。うん、い3 3万でででででで生活ききないいいすすすよねいですよね続いて、えー、吉野直さんに質問2018年12月31日リアルタイムで聞いていたんですが、えー、藤井聡先生が産業をお辞めになった直後の藤井先生の番組外での様子を伺いたいです。 っっていたスッキリしていいたたたししまさか寂しそうだったなどあのアルガママラジオがこの年はそう12月31日が最後の,<ー>あの放送だったんですよこの年の。でちょうど先生が28日に参与を辞職されたっていう話で、うん、まあその時もやってたんですけどやっぱりこれからずっとね活動していくにあたって言論とか研究とか、はい。 本来やるべきことに力を注げるからそれはなんか楽しみですねっていう感じで結構『スッキリ』はされてたような印象はあったんですけどでもその今までは「三世」というお立場がストッパーになってたんですよある意味番組での。でもそれがなくなっちゃったんでよりこうギリギリを攻めるようになって。 何でしょう人の名前がよく出てくるようになったりああこういうそういう目より,より、まあ、番組的にはね、はい、肉がもう肉がすごいついて充実したんですけど、はい、私とかあとディレクターさんたちは。 大丈夫かな？極ギリギリのラインになっていた、ドキドキドキっていう風になってましたね。なるほど。うん、で今藤井先生のお話が出てきたので、次にあのお二人にお聞きしてみたい、私が聞いてみたいことがあるんですけど、なん <laughs> で<す>か？<laughs> 前回そのお二人があの番組を始めるきっかけとかをお話し,していただいたんですけど、うんうん、その時のなんかあのお二人からの先生の印象。 三橋先生藤井先生ともにどんな印象を抱かれましたそれぞれですかは三橋先生ですか、ね、そえっとちょうど67年前かな初めてお会いしたのうん、うん、そのくらい前なんですけど「あの桜地」という番組を「チャンネル桜」の番組で、はい、古谷恒平さんっていう、うんまあ、パーソナリティと2人で番組をやってまして、はい、そこに こういわゆるその時代のきらシのごとく登場してきたこう言論人を毎週金曜日にお招きしてっていう番組だったんです、えー、でそこで三橋先生と藤井先生とそれから常念さんとか倉山さんとかあ<ー>まあいわゆるあの有本織さんとかなんかもうそういう言論人の からブワーって大人気になって手が届かなくなってしまったような方たちばっかりが出ていったんですけど三橋先生はやっぱりなんか眩しかったですね<う>なんかこうキラキラ感っていうのがすごい、えー、<laughs> あで今はちょっとギラギラ感に変わってきラきら感うんキラキラ感んかやっぱりすごいこう。 今まで言わな、誰も言え、言えなかったことを筋道立てて、うん、論理立てて、話してくれた最初の先生で。うん、で、藤井先生は。最初会った時、なんか文豪っぽいな。雰囲気、雰囲気ありますね。雰囲気。<ー>お若いけど、なんかすごい。なんか。熟成したワインみたいな雰囲気を、なんか漂っていらっしゃいますよ、ね。わ、実際は。そんなね、落とし目されてるわけじゃないんだけど、なんかすごい。 落ち着いた風格あるうそう寝られたなんかすごい風情が、うん、ある方だなと思って、はい、でお二人の印象はずっと私の中では変わってなくてというのは言論にずっとブレがないあ一貫してるから本当に数少ない言論人の一人で、うん、当時いっぱいもう智味茂量のごとく、うん、<laughs> いっぱい言論人が出てたんですけど、うん、みんなその時代時代で言うことが変わって。 たり、うん、あと忖度したり、いっぱいそういう姿を見せられてきたから。唯一変わらない。二人らないぶれないんですね。ぶれない、だから信用できるっていうのは、そこなんだと思います。うん、なるほど。はい、吉田さんは藤井先生の印象。いや、私も最初、あの、ま番組きっかけでね、お会いしたんですけど。うん、京都大学の教授で、しかも内閣官報参与。をされてる方って聞いて。はい。 まず内閣官房さんやって何、何ってところから入ったんですよ。<laughs> うん、もう、もう本当に何もわからないから。かだから、え、どういう人ですかって言ったら。なんか、内閣でお仕事してる人だよって教えてもらって。<laughs> いやもう、ますます、いや、めちゃめちゃ、すごい人や、って思って、<laughs> すごい構えちゃったんですよ。えー、どうしよう、怖い人いったら、どうしよう、って思って。<laughs> <ー>で、実際、お会いしても、結構。 あ見た目もねその昔ながらのの感じじっていうか、はい、あの今風っていうよりは昔風のあ、うん、クラシックな感じ方だから、はい、あっすごいちと厳しそうな方かなっていう印象を受けましたね<ー>最初は,今は話す前までは。でも話すようになってからはあの全然そんなことないって言ったら失礼になるかもしれないんですけど <laughs> 結構番組の中でも急に んかいろんなねいろんな政治家の方もモノマネをして番組聞いてくださってる方いったらああのことやなって思っておられる方もいるかもしれないんですけどでもあのそうやってモノマネが出てきたりとかあと番組の話の中でアニメとか漫画とかの話を交えながらされるので結構お茶目な一面もあってあ 面白い楽しい方だなっていうふうに<ー>思いましたね、うんうん、えちなみになんか世間が持ってる先生方のイメージと違うみたいなエピソードとかありますどうだろうイメージそうですね道橋先生は、うん、なんか結構世間的にはエキセントリックなイメージがあると思うんですけどあ,あれなんでなんですかね <laughs>、まあ、いろいろ <laughs> <laughs> あるとは思うんですけどやっぱ、はい 偏鋭的なことを言ってる人なんじゃないかみたいなイメージがあったんですけど、私コロナになってから本当に先生のイメージもう全然変わっ、さらにま良くなったっていう、うん。これほど温かいみたいな。なんか共同体とかなんか人を守るとか,かこう弱い人を助けるっていう意識が保守の言論人の中で結構足りないと思うんです。うん、でもなんか三橋先生はそういうことにも。 こう思いをはせてくれるし、文化のことにも意外だなってこのこの中ですごい思いましたね。どうです、こ康介さんも？いや私もなんかあすごい温かい人なんだなって思いました。そうなんだよね。なんかなんか組織のイメージだと数字数字っていうイメージがあるけど、実はすごい温かいんですよね。実は情感も深いものがある。 ありますよね。えー、ですね。藤井先生はどうですか。先生はえいみ皆さんの印象って逆にどうなんだろうなって。ああ<ー>。なんか初めて見る人とかってど<ー>どうなんでしょうね。私はそのだからさっき言ったみたいにちょっと怖い厳しい方なんかなって思ってたんですけど、うん。でもなんか怒ってるイメージ。はい。いやーですよね。<laughs> そうそう。ねうん、こう叩いてる。ドンドン。 えー、<laughs> だからそう番組の中でも結構先生の話がヒートアップしてきたら、はい、私が目の前にいるんですけど「君がこうだからいけないんだよ」って言い出す時があってその「君が」っていうのは、はい、その喋ってる相手に対して「君が」って言ってるんですけど例えば A さ,んあ<ー> A さんに向かって「君が」って言ってるんですけど「<ー>私じゃないです」<laughs> ってなって。<laughs> 自分が言われてるぞ<う>。君が、ね、って言われる言われた時があって、ね、うん、あであちゃうで奈緒ちゃんちゃうけどなって言ってくださったんですけど、<あ>も,もうコメントとかでも <laughs> なんか奈緒ちゃん怒られてるようなよくって、違う違う。そうでもなんかそういう、うん、怒ってしまうぐらい熱があって日本を良くしたい変えたいっていう思いがあるのはすごい素敵なことになって思いました。うそうなんか政治家でも最近は。 政治に興味がない人が多いって話をよく聞くんですよ、はい、先生からも、はい、だからなんかそういう人が <laughs> ね日本を支えてると思ったらんなんかちょっと嫌じゃないですかだからその先生の 言葉ももっともっと世の中に届いたらいいなって思いますね。本当ですね。ということですっごい盛り上がってきたので、はい。次回も先生方についてお二人にはいろいろとぶっちゃけていただくこそうなんですか。はい。いいんですか。なんか話に聞いてたら今今日で終わりって聞いたんですけど、もっとぶっちゃけていただいちゃうかなって。やった。さでは次回をお楽しみに。楽しみま コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店ででは購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。